これより会議を開きますまず理事の補欠選任についてお諮りいたします委員の移動に伴い現在理事が1名欠員になっておりますその補欠選任につきましては宣令により委員長において指名するにご異議ありませんか<し>ご異議なしと認めますそれでは理事に松野博一君を指名いたします この際ご報告いたします第193回国会原子力問題調査特別委員会理事会の決定により、本委員会の活動等について、専門的見地から助言を求めるため、会員7名からなる衆議院原子力問題調査特別委員会アドバイザリーボードを設置いたしました。本アドバイザリーボードにつきましては、各会派の理事等の協議により、今国会においても、 設置することとなりました。以上、ご報告申し上げます。原子力問題に関する件について調査を進めます。この際。